小島はお前のお母さんじゃないぞ。起こしてみたいというので、どうでした、小島。普通でしたな。こんな感じやった 力の抜きどころはいいけど、もっと腰の回転力で投げた方が。あ、ヤマトおはよう。今ね、シ名ナ流休術を教えているの。そうそう、島原の乱で武蔵を負傷させた石を放ったのもシ名ナ流の使い手。 まあ、触りだけですし。でも、そうだね。優しいから私。だんだんコツがつかめてきた気がする。さすがに精鋭、覚えが早い。揺れる女体を見て言わないように。 思わねえそれよりドイツ土産何を頼むか迷う朝起きた時とか遺跡の罠で死にそうな時とかもうガンガンだぜヤマトはドイツだと自分の家に泊まるのかな中将殿が客室を用意するとそうか最高の家だぞくつログがいい。 家のいろいろなところにお嬢様の幼年期の写真が飾ってあります。そう考えると少し照れ臭いな。あとはお嬢様が描いた絵などもたくさん飾られています。将来は画家になるかと言われたほどだぞ。どんだけ。でも面白そうでいいな、ドイツ。この島津玲子がマネージャーとしてついてってやろうか。 ドイツって調べたら古いお城がたくさんあるのね。の、ノイシュバジール城行くのノイシュバンシュタイン城な。うーん。えー、っと、テレサ殿城は行くのかしらドレス殿城だ。名前は正確に覚えろ。 山崩れで埋没してしまった日本の城は帰り雲城そうだった日本のお城には詳しいんだ食べ物は何があるのかしらソーセージは有名よねごっくり 2>, 2週間いなくなるから寂しいんでしょかまってあげなよ もう準備は済んだのか来週の半ばから行くんだろうジークは放課後川上院に行くと言ってました「ドイツで動きやすいように」ですねヤマトらしい好きにしなさい ヤマトについていくのは過保護ですしなかなか隊長というのももどかしい立場だ何か言葉を口にするのを我慢しているのかな <laughs> 確か三年の凶獄負の言葉を飲み込めば体の中に良くないものが蓄積される言霊は悪霊にもなりうるのだ親しい間柄なら遠慮せずに何か言うのもありだろう んだだったんだお,お怪我が修行で負傷した節操の怪我がみるみる治っていきますぞざっとこんな感じですあいやお見事というほかないねジクルーン殿ありがとうございます川上院でもこれだけの治療技は存在せんわ 瞬間回復は自分自身にしか効果がないしのうつまりわしらからジークちゃんに教えることは一切ない憲法寺としてはふ甲いないがのとんでもないですわたしなどにお時間取っていただきありがとうございました イジクルーン殿はどのようにしてここまで高度な技術を身につけたのでしょうせっそう気になりますぞ梁山泊にいそうなタイプだね異能と呼べるレベルまで一芸に秀でた人間綺麗な顔しとったしの礼儀正しいしいいなはあ、緊張した男の人ばっかりで。 でも、ちゃんとできてめっちゃよかった。自分の技が褒められるって嬉しいな。これもみんなのおかげだよ。そう。あの時、出会ったから。 すみませんこれは足がざっくり切れていますね体も強く打っているとりあえず死なないでよかったなセーフ <laughs> <laughs> ででも視界は霞んでたりしてああのあのあうわーブロッケンの魔女だバルプルギスにはまだ 早い,ぞいえすみませんただの地元民なんですけどその人早く手当てしないとだからこうして応急手当てをしているははい適切だと思いますでも命は助かっても足を落とさないといけないかもう,う その可能性は確かに否めないか今なら間に合うと思うから私ならその彼女を治せるというのですかは,はいそれではやってみてくれリザ見ていろはいいいのですか隊長民間人に何かいける雰囲気を感じたのです その時々勘に耐える癖は治した方がいいと思いますが。でもここぞって時は外れたことないよね、体調の勘。おお、あんたすごいなもう血が止まってるぞ私は、わかるんです。どこをどう治療すれば治るのか。 嘘みたいです。治りました。めっちゃ良かったです。すっげえ、スーパードクターじゃん、ハンター。よし、雪で作った犬をやる。これで君も猟犬部隊。大したものだ。初めに腕を疑った比例を浴びよう。<laughs> ここまで見事な治療は初めて見たぞ。礼を言います。 ジークルン・コール・シュライブ。<laughs> な、なぜ泣くのですかコジがダサい雪像なんて渡すから。ダサくないぞ断じてダサくないち、違うんです。こんなに褒められた頃、ないから。<laughs> 神の腕前ではないか。 は治療の技術はどこで習ったのだいいね、食いつきすぎ。民間人怯えちゃうよ。うすまない。ある日、山で傷ついた動物を見ました。その時、傷口を見て、なんとなく分かったんです。こういう風に手当てすれば治るんじゃないかって。で、実際やったら。 治ってそれから時々山で動物たちの怪我を治していましたどこをどうすれば治るのかわかる力かさすが魔女の山ブロッケ不思議なことがあるのかね小島それ知ってるブロッケン現象というやつ違う と騒がないの、副長要するに医療の才能があるということだろう結果を出した説明がそう感じたまで理不尽だがそれで何とかする一部の人種は確かに存在するジークルーン話があるはい 驚いたな。小島の方が頭がいいぞ。う,うおバカでごめんなさい。気にするな。勝つも負けるも、平家の常だ。おじいちゃん。能力を高める秘訣は肉を食べる。人はそういうところがある。まあ、小島には負けても、もしかしたらリザには頭脳で勝てるかもしれないぞ。失礼な。 主官学校じゃ成績抜群だったっての。今のままでは、いくら治療の腕が立つとはいえ、猟犬部隊で働くことは不可能だ。<う>だから私が勉強を教えていこう。副長自ら一日一時間でもいい。着実に、しっかりやっていこう。よ、よろしくお願いします。超良かったマジーク。 めっちゃよかった。小島の勉強を見てあげよう。えへん、えへん。ややこしくなるから、やめた方がいいんじゃないか何を対局を見る目が養えるぞそれはすごいな。じゃあ、そろそろ始まる G1 レース。オイロパ賞の一着を教えてくれ。うーん。この、バイラミーってのが来るな。素人だな、小娘が。 ここは手堅く、オストラントだろ生活費ぶち込んでおいたぞーレース結果が出たの。バイラミーが一位だったおっ。これでまた、マルの部屋に帰省する生活が始まるな。弱いのにギャンブルはやめろ。次は来るんだって、間違いない <laughs> ここが、私の居場所。

そうだけど酒飲んでる。休暇の正しい使い方だな。日本酒って、なかなかうまいな。俺好きだわ。いや、まだだね。どっかで迷子になってるのかなちょっとばかし、おまぬけなところもある。治療の腕はガチ最強だけど。まあ、それでも大人だ。そのうち帰ってくるさ。 あれ弟じゃん。どうした私に会いに来たのかあの人の気は微弱だからな。小島ちゃんとかなら楽なんだけど。うーん、待ってろ。近くにはいないにゃ。捜索範囲を広げるか課金が必要だけどいいか いた、おっとこれは親不孝通りのほうだ160円きっちり覚えていたかどうした何か困ってるなら力になるぜ。タイはね。タツネよりでかいなそれゃ、いや見てね。 ちょいと待ってな情報を集めてくる分かったぜ廃工場の方で見たらしい貸しだぜタイはねどどう見てもここはホテルじゃないよねいよいよ本格的にわからない場所に来ちゃった GPS の見方間違ってるのかなおかしいあなんか背の高い女がいる外国人ねえねえ外国人とやったことある俺ないそんじゃ連れ去りますかななんだかめっちゃ危険な雰囲気だよそれ捕まえろリアルクリーチャーハンター <laughs> え囲まれたあなんだこいついきなり出てきてこいつもさらおうててめえガ 痺れたけど、あれでもう大丈夫 <laughs> くそ何だったんだあいつ追いかけようよさらおうよその必要はねえぞザコどもあ誰だお前最近街のパトロールが厳しくて暴れにくかったんだその結果 お前たちみたいな中途半端なガキがのさばったそろそろ締めてやる頃合いなんだろうな何言ってるんだこいつ囲め、集団戦法で仕留める解けこのザ魚どもがああえへえすっきりしたな 不良は暴れてなんぼだな。さて、茎の連中がうるさそうだから、しばらくは姿を消すか。その前にお前ら三人、順番に味見させてもらうぜ。 私、道に迷っちゃったみたいうん軍人さんなのに迷惑かけてるごめんねえっ私と話なんでなんでああ入隊希望でドイツに見学に来るんだもんね でも、それだったら、私と話すより、副長と仲良くした方が。<laughs> そっか。じゃあ、私でよければ。あ、じゃあ、ご飯とかおごるよ。どこかに入らない助けてもらったお礼に。君は学生で、こっちは社会人なんだよ。めっちゃ めっちゃお金持ってるから。うん、えっと、それは、学生費で、ごめん。はあメニューいっぱい。こういうの、めっちゃ悩むよね。日本ってほんと食べ物美味しいよね。びっくりしたよ。 よし、カキフライの和膳にしようっとこんなの絶対おいしいに決まってるよみんなで訓練したんだよ中将もお嬢様も日本美意気だし現地行った時に恥をかかないようにってね クリーンマーケットとかブラブラ見るのを好きだなあ動物かわいいよね山ではお友達だったよ 大和映画の DVD は借りてきたのですかでは部屋で見ましょう。